どうも、たかひろ GT です。ご視聴ありがとうございます。てなわけで、まあ、いつものとこですけどね、まあね、サムネでバレてると思うんで、まあ言っちゃいますけど、マフラー交換しました。はい。あれって感じですけどね。あれ変えたばっかじゃねえみたいな。はい。まあ半年ぐらい使いましたけどね、前の軽薄のマフラー。はい。それからね、また軽薄のマフラーに変えたんですけどね、今度は26万円ぐらいしました。めちゃめちゃ高かったです。なんでって感じですけどね、別にね、なんかね、儲けたわけでもなくて、めちゃくちゃ貧乏ですよ、おかげで。はい。で、今ね、つけてのファーストインプレッションですね。初めて走ってます。はい。で、いつものとこ来ました。よいしょ。いや、車多いな今日は。よいしょ。まあ、なんで変えたかっていう理由もね、言っていかないとね。別にね、前のね、軽薄のマフラーが悪かったわけじゃないですよ。それでも良かったですよ。はい、眺めてみましょうか。それでは、よいしょ。はい。やっぱ音が違うな。こっちのがやっぱいい音しますね。そんな気がします。高いだけやります。はい、ご覧のように金ピカになりました。はい、金ピカですよ。どうでしょうか。はい、めちゃめちゃかっこよくないですか。まあ、もうすでにちょっと焼けてきてるな。焼けてきてる。ちょっと切りまーす。はい、というわけで。はい。なんで書いたかっていうと、音にちょっとやっぱね、不満がずっとあって。もちろんこれもね、車検対応マフラーなんで、あ、すげえ、今湯気が出てる。今ちょっと焼けたかな。はい。これも車検対応なんでね。まあ、静かは静かなんですけど、これね、サイレンサーを変えられるんですよね。例えば、マーヴェリックとかね。はい。まあ、そういうことなんですよ。あとね、やっぱね、こういう、チタン、総チタンのマフラー、の方が良かったかなって思ってね。はい。で、ちなみに前のマフラーどうなってるかっていうと、まあ、うちにあるんですけどね。まあ、近々売却予定です。まあ、すぐにね、割と高値で売れそうなんで、だから買い替えたっていうのもあるんですよね。はい。超かっこよくね。金ピカだよ。はい。で、とりあえずサイレンサーはね、このままでいきますけど、燃えてないよな。大丈夫かな。なんか入ってないよな。まあ、こんな感じで。はい。とりあえずね、ごめんなさい。写真撮ります。はい。ちょっと一旦止めますね。はい。1年でここまでやっちゃいました。2年後っていうか、来年はどうなってるんでしょうか。でも、もう大きなことは正直できませんので、例えばホイール変えるとかね。ホイール変えるとしたら、このタイヤがなくなってからとかね。まあ、今後はね、消耗品を買いつつのカスタムになっていくのかな。次やりたいとしたらね、例えばブレーキとかね。まあそういう感じです。はい。じゃあちょっとエンジンかけてみましょう。
やっぱり前の軽薄に比べるとね、音がやっぱ違いますね。こっちの方が甲高いというか、下流音がします。はい、こんな感じで、あんま吹かすとね、周りの人がびっくりしちゃうんで。はい、まあね、検体マフラーなんでね、一応ね、うん、またね、サイレンサーは今後いずれ買える予定ではありますけど、まだちょっとお金がないのでこのままでいきます。はい、あとね、前のねマフラーに比べるとこっちのが抜けがいいですね。うん、抜けがいいです。なんで2回行ったんだみたいな感じなんですけど、うん、軽い感じがする。実際軽いんですよね。確か 2.3 キロなんですよ。で、サイレンサーだけクソ重くて、サイレンサーを変えたらもっと軽くなるかもね。はい、まだ変えたばっかなんでね、うん、はい、ってわけでちょっと行ってみますか。燃えてないよね、大丈夫かな。はい、じゃあ行きます。港公園の方まで。あんまり買っとけないけどね。はい、あとね、前のマフラー鉄管ってかね、鉄でできてただけに、で、ね、今回のマフラーに取り替えたじゃないですか。で、結構見ると錆びてましたね、たかが半年で、うん、ちょっとびっくりしました。まあ、定期的にあれは何年かしたら塗り直したりしないとダメかもしれないですね。うん、まあ、これはね、チタンのマフラーなんですけど、まあ、これはこれでなんかメンテナンスが大変そうですけどね。うん、はい、まあ、ごめんなさいね、こういう道路なんで飛ばせないですけど、いやいや飛ばさないですけど。で、ちなみにですね、僕は ECU を書き換えてるので、今さっき吹かしてバックファイヤーみたいなね、そういうのはなかったですね。うん、そんな避けてくれた、ありがとう。よし、はい、まあ、とりあえずこの状態だったらね、 ECU のまた書き換えっていうのは必要ないかな。まあ、サイレンサーを変えてどうかね、出てこないでね。またサイレンサーを変えると抜けが違ってくるから、どうなるかだね。はい、まあ、今日はね、とりあえずさっきも言いましたけど、ファーストインプレッションなんで、ちょっと回すのは怖いな。はい、おうおお、ハトハトハト、避けてくれよ。はい、気持ちいい。で、マインドマフラーのがなんかね、詰まってた感じがあったんですよ。なんかね、なんていうのかな、抜けが悪かったような気がします。こっちのが抜けがいい。さっきも似たようなこと言ったかもしれないけど、よし、まっすぐ行っちゃうかな。よし、今ね、港公園の方に向かってます。で、明日ね、日曜日で休みなんですけど、雨なんですよ。だから今日こうやって出てきてます。今日明けなんですよね、うん、何日かとは言わないけどね。よいしょ、まだ新しいって感じかな、マフラー。まだサイレンサーが新しいっすね。はい、というわけで、ね、去年の秋にね、オフ会やったと思うんですけど、
もしそれをやってなかったらここまでカスタムしてなかったかなっていうのはありますけどね、うん、いやみんなに煽られちゃうんでまあそれは他の仲間も同じ無事なみたいな感じですけど、うん、暑いな、はいはい、暑い、今25度です、はい、まあ、港公園までね、あ、やべ、ヘーストしちゃったけど、なんかマフラーが新しいからかな、実は2回目なんですよ、今日。まだちょっとね、安定しない。前のマフラーもね、変えた時ね、最初はなんかね、詰まっちゃうみたいなとこあったんですよ。確かエンストしたかな、うん、あんまり最近しないんですけど、ちょっとね、隣にバイクの人がいたんでちょっと恥ずかしかったけどね、今ね。まだ走ってきて10キロも走ってないと思うんで、下がないのかな今、ひょっとしたらセッティングが変わったかもしれないけどね、前のマフラーとはやっぱ違うんで構造も、はい、でもね前のマフラーもね僕は悪くなかったですよ本当に。多分ソロでやってたらそのままつけてたと思う、まだね、うん、はい、外でやってたらマフラー交換しなかったかもしれないけどね、うん、ちょっと出だしね気をつけたい、ちょっと出だしが変わったような気がする、やっぱ、うん、前の感じでいくとエンストしそうになる、富士山今日は残念ながら見えません、もう天気がね下り坂なんでね、よいしょ、はい、今ねゴールド色の、まあ、エキパイなんですけど、多分これ色変わってくるんだろうな、うん、で僕はあの、ね、ファンネル描いてるんでね、その短くなってるんで、なんか水がね、なんか2番か3番かがね、なんか水が強くなってるらしいんだけどね、いやめっちゃ混んでるな今日、ここでいいや、よしめっちゃ混んでる、よしよし、はい、今日は土曜日なんですよ実は、まあ、さっきね明日は日曜日って言いましたけど、はい、ちょっと人が多いんで吹かせないですけどね、はい、てな感じでした。いやこの辺ちょっと色づいたな、もうすげえゴールドでしょ、でこの奥のね色が変わった、すげえ色がついちゃった、あんまりね変についてほしくないんだよな、うん、このゴールドをね生かしていきたい、はい、てなわけでした。ちょっとエンスト2回もしちゃいましたけど、はい、どうなのかな、まだ全然だらしが終わってない、お、煙が出なくなったね、さっきすごいずっと煙が出てたけど、あ、まだ出てるか、よく見ると、うん、25万、26万かいや、へそくり使っちゃったんだよな、そのへそくりっていうのはね原乳を買うかなと思ってたんですけどね、うん、もうちょっと諦めですね、うん、原乳欲しいですけど
まず置く場所がないっていうのもあるし、2代目は反対されてるっていうのもあるんですけどね。あと、もう1台買っちゃうとそっちもカスタムしたくなるから、多分ね、余計お金がかかるじゃないかと。はい。で、帰ろうかな。混んでるし。こうやってバックするのもあれだけど、俺は絶対こけたくないので。煙が出てる。まだ新しいな、マフラーが。消音器が今焼けてんですよね。よし。いや、やっちまった。そんな感じ。でも結局そういうもんなんですよね。僕ね、この元ブログっていうか YouTube を始めた時ね、忍者250だったと思うんですけど、忍者250買っちゃった時は、あ、やっちまったと思いましたけどね。やっちまったっていうか、まだその時はこんなにね、長くやると思ってもみなかったですから。それと、正直このバイク乗っていけるのかなって思ってましたね。俺乗るのかなみたいな。はい。でも3年経ち、こんな感じ。はい。本当はね、車のサスを買いたいんですよ。 S6 のね、足回りを。あのね、乗り心地が悪くてね、あの車。そろそろなんとかしたいんですけどね。このマフラー、ね、買わなかったらできたな。はい、よし、行きましょう。まあ、金は天下の回り物ですからね。また回ってきますわ。はい、ってわけでマフラー交換しちゃいましたってことで。はい。でね、取り付け動画とかは今回はないです。っていうか、もう撮ってない。撮らなかった。まあ、マフラー交換しましたっていう。前はね、そういう動画と取り付け動画作ったんだけど、今回はなしで。はい。まあ、やっちまったなっていうことで。まあ、前回ね、お察しくださいみたいな動画出しましたけどね。そんなことばっかやってますね、これね。はい。いやな、本当は明日晴れでツーリング行けて、GT 界のメンバーにね、披露したかったんですけど、この金ピカを。それが残念でした。あと、ここも光ってるから、今眩しいかもしれないけど。はい。まあ、今日は、K-WACの高いマフラーを買ってつけてのファーストインプレッションでしたってことで、まあ、奈良市ですね。はい。まあ、さっきよりいいな。マフラー交換したばっかだとやっぱ調子があんまりピンとこないね。やっぱそうなのか、そういうもんなのかな。俺結構ね、実は久しぶりに乗ったんだよね、バイク。そのせいかもしれないです。はい。両方かもしれないです。てなわけで、いや、でも気持ちいいな、こっちのマフラー。ただ絶対こかしたくないね。はい。まあ、安全運転で行きましょうってことで、まあ、今回はね、この辺で失礼したいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。よしよし。